昭和47年に誕生した岐阜聖徳学園大学教育学部。これまでに卒業した学生の数は 11,831 人にも上ります。今月のショートーク TV 増刊号では、そんな教育学部の卒業生たちが再び母校に訪れるあるイベントの模様をお送りします。10月27日、この日、岐阜聖徳学園大学では初めてのイベントが開催された。そう、教育学部ホームカミングデー。ホームカミングデーは、卒業生が母校を訪れ、同窓生や後輩、恩師と交流を図るイベント。模擬授業や体験プログラム、そして懇談会など、学校によって内容は様々。全国の大学でも開催されるなど、近年注目を集めている催しなんです。昔結ばれたご縁が非常に尊いものだったということで、それをまた元気のもとにしていただきたいですし、さらに後輩たち、あるいは新しい教員も含めて、社会でこう感じておられることを我々もやっぱり吸収して、より次の世代の育成につなげていきたいというような、そういう願いを持っております。久しぶりに母校へ足を踏み入れる卒業生たち、恩師や友達との再会に思わず笑みがこぼれる。卒業して30年は経ってますね。同級生、その同じゼミで加賀井先生にお世話になりました。どうです、久しぶりにこういうふうに変わってません、ね、めっちゃ嬉しいですね。対応スリップしました。22年、私たちの頃は中庭も土くれだったので、芝生になってるとは思いませんでした。建物も全然きれいになってますし、今の学生さんたちはすごくいい環境だなと思ってます。サークルの、先輩と後輩で仲良かったです。私は在学中の友達とかゼミの先生に久しぶりに会いたかったからです。久しぶりにいろんな方と会ってお話がしたいなと。なんか誰か知った友達がいたり、教授がいたりするといいなと思って、はい。恩師や友達との久しぶりの再会、笑顔で話すその姿は、まるで学生時代に戻ったようです。午後1時、教育学部ホームカミングデーがついにスタートです。全大会では、岐阜聖徳学園大学の歴史を紐解きながら、これまでの遠隔を簡単なクイズ形式で振り返りました。先生ですら知らなかったこと、初めて知ったことなど、驚きのエピソードが満載です。大事だよ。岐山大学。ってね。岐山大学、岐阜のままがいいっていう方も、文科省と、全大会が終わると、先週ごとに分かれて、簡単なセミナーや懇談会など、さまざまな催しが行われました。文科省ばっかなので、割とこう、キラキラしてるから、国語専修や社会専修は、第二学生会館2階で懇談会。どこの学校で働いているのか、今の教育現場はどうなのかなど、近況報告や大学時代の思い出話に花を咲かせていました。音楽専修ではオタマトーンやハンドベルなど、誰でも気軽に扱える楽器を使って参加者全員でコンサート。恩師、同窓生、そして現役学生と世代を超えた合奏を楽しみました。
特にあの印象的だったのはやっぱり、昔一緒にこうゼミをやったような先生方とまた仲間が非常にこう弾けた笑いで歌い肩叩いて久しぶりだねっていうそういう姿が非常に良かったですね。こういう輪がもっともっと広がっていく、それは我々がまた今後続けていく意味でもあるというふうに思いました。恩師と卒業生、その関係は何年経っても変わらず昨日のことのように笑い合える。岐阜聖徳学園大学が築き上げてきた学生と教職員の輪、その集大成の一つがこのホームカミングデーなのかもしれません。経済学っていうのは、実際使えるんだっていうことを知ってほしいかなと。コンピューターって何かっていうのを簡単に説明できるようになってくれれば、できないことじゃなくて何ができるかっていうことの中で何か見つけてほしいと思ってるんですよね。可能性はいくらでもあるチームだと思ってます。自分たちで色をこう変えられるっていうか、あとは本人の意欲だけ。10月18日と19日、岐阜聖徳学園高等学校で第9回聖徳祭が開かれました。聖徳祭は各クラスによるステージ発表や展示、バザーなど様々な催しが行われる学園祭です。ステージ発表ではクラスごとに趣向を凝らしたダンスを披露、馴染みのある曲が流れると会場からは一緒に口ずさむ姿や笑顔が見られました。午後から行われたバザーでは焼きそばや焼き鳥、サマセンなど学生たちによる手作りのメニューが販売されました。学生たちの笑顔であふれる聖徳祭となりました。聖徳祭最高。鹿島キャンパス、岐阜キャンパスから10人の女の子がモデルとして登場した2018年の版聖徳ブック、この夏無事に本も発行され大好評のうちに終わったかのように見えた。しかしこの物語にはまだ続きがあった。インタビューを受ける女の子の後ろに男子学生の姿が。なんと5月のカメラテストでは男子学生のテストも同時に行われていたのだ。その理由とは、岐阜美少女図鑑の男バージョン。そう、今年のショートークブックは男子学生版も制作されるのだ。本格的な撮影に緊張した様子の男子学生たち、一体どんな本が出来上がるのだろうか。なんか恥ずかしいような嬉しいような、今でもまだ緊張してるんですけど、まあ、楽しかったです。男子学生版ショートークブック乞うご期待。薬剤師を目指していて、6年後に国試を受けて薬剤師になる予定です。と一個一個の行事をちゃんと楽しめばいい思い出になると思います。皆さんも目標や信念を共有できる人と出会って、こういうこと、この人のこういうところがいいなみたいな、あ、この人こういうところを目指してるんだっていうことを知ったら、きっと皆さんも自分の夢を発見できるかもしれません。僕の今の夢は、そうですね、自分今この会社に入っていろんな精神を扱ってますけど、それをもっと皆さんの近いところに送れるように、皆さんも何か憧れ、自分がこうなりたい、将来こうなりたいっていう憧れっていうのはまずあって、それをずっと心の中に持ち続けてくれた時に夢って叶うんじゃないかなって思います。